富士ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。FMG B3 サポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。佐々木治です。はい、今週も始まりました、はい、2月に入りましたね。ありましたね。まあ寒い日がね続いてるんですけれども、はい、まあそんな寒い時に私ね結構ね、はい、実はね外にね出る機会を多くて、あららら、なぜかなぜかハマっちゃったんす。あ、何ですか何ですか。ドローンに。ドローン。ドローン。え、ドローンってあの空飛ぶやつ。はい、ドローン、いろいろあの話題になってる、何かとね、はいはい、話題になってる、まあヘリコプターといいますか。そうですよね。まあラジコンヘリですよ言ったらね、うんうん、ラジコンヘリにね、うん、ハマっちゃったの。え、なんかカメラとかつけたりして撮影とか。ハマっちゃったの。教えてください。やばいんですよ。 何して遊んでんすか。結構ねドローンって専門的な、はい、ものから、まあ、おもちゃから、はい、幅広く実はいろいろ、はい、そうなんですか。あるんですよ。それで昨年末ぐらいに、うんうん、もう決定版の、まあ、プロ仕様の決定版のものが出て、はい、これ DJI っていうあのですね、あの中国のメーカーさんの、これがね今、はい、世界的なドローンの、はい、まあ、一番トップをいってる会社なんですよ。まあ、そこが作ったドローンのマビックプロってやつがあるんですけど、うんうんうん、結構ねちょっと大きなお弁当箱ぐらいの、ね、サイズなんですね、はいはいはい、で重さも軽くて、うん、だけど 4K っていう、まあ、映像、まあ、すごい一番サイズ、まあ、かります。最近だとね一番美しいと言われてる、はい、まあ、それが撮れて、しかもブレないジンバルっていうねちょっとものがついてたりする。しかもこう折りたたみ式で小型になって、うん、携帯性もいいって。そうなんですか。ですごくね安定がいいんですよ。今までは僕らのみたいなねちょっと素人が飛ばすとね、はい、墜落させちゃったりとか、はい、危なかったりするんですけども、うん、もうすごい安定感なんで、はい、まあ、ちょっとした練習すればすぐで誰でもできちゃう。あ、本当ですか。感じなんですよ。ただね、まあ、ちょっとそのプロ仕様って、まあ、はい、ちなみにそのマビックプロは70キロ時速。70キロ。で4キロ先まで飛ぶんですよ。すごい。で上は 150m まで。4キロ先だとちょっとどう見えないです。見えないですよね。そう、まあそれはもちろんカメラついてるんで、そのスマホとかに、まあ、そのダウンロードしたアプリでモニターしてそれで飛ばすんですけど、もうね、はい、最高級です。マジですか。鳴らした満点です。映した映像とか、まあ、まだねそこまでねちょっとやってなくて、まだ練習を飛ばしてるぐらいなんですけども、はい、まあ、そういうのちょっとね今後ねいろいろ移したいな、山梨の方とかいいとこいっぱいあるんで、うん、そうですよね、ちょっと思ってるんですけど、はい、実はねでも東京都内もね飛ばせないです。ああ、そうか。プロ仕様のものは、うん、ちょっと申請が必要だったり、はい、遊びでも公園とかで飛ばせないんで、はい、ちょっと地方行って OK なところ、人があんまりいないところで、はいはい、ドローンがかなところでね練習したりするんですけど、うんうんうん、でそれがね、まあ、DJI のマビックプロってやつ で、まあ、ちょっとでも東京でも飛ばしたいんで、ね、ちっちゃいのは実はおもちゃみたいなのができるんですよ。あ、そうなんですか。それはですね、パロットのマンボウっていうのがあって、まあ、それもちょっと買いました。それ欲しい。それはね本当ちっちゃい CD ぐらいのサイズで。あ、本当ですか。はい、で軽くて、はい、まあ安全っていうか、うん、まあ、ビッグプロとかだとちょっとね危ないんですけども、うんうん、マンボウとかはね家でと部屋の中で飛ばす。あ、そうなんですか。はい、楽しそう。結構ね価格も1万5、6000とかそのぐらいなのかな。ちょっとそのぐらいで多分売ってると思うんですけど、なんかマンボウはねめっちゃいいっすよ、うん、うち子供なんかもね、はい、遊ばせてるけど全然上手にやるし。あ、お子さんでも操縦できる。簡単にできるものなんで、ドローン入門としてはね、はい、おすすめなものなんですけども、今日はマンボウのことしか考えられないです。そうですね、まあ、魚じゃなくてね、はい、パロットのマンボウ、ね、パロットのマンボウ結構ねドローンにはまっちゃってね、はい、すごいことになってますね今、うん、楽しそう。はい、はい、佐々木さん PV 撮ってあげますよ僕が頑張ってね。やった。お願いします。よろしくお願いします。さあ佐々木さん、まずはですね、はい、先月1月11日これ水曜日ですね、はい、ニューアルバムがリリースされてます。タイトルは、はい、The Joy of Achievement っていう、はい、タイトルですね。こちら、はい、ウルトラバイブからねリリースされているということで、はい、7曲リリース入ってるんですね。そうですね、もう2月中はそうですね、インスタライブとかありますんで、はい、僕のホームページをチェックしていただけたらと思います。最高傑作となってます、ね、はい、よろしくお願いします。さあ今日はですねゲストにちょっとですね、はい、女性が来てくれます、はい、しかも DJ ですね、楽しみ。はい、それでは1曲いきましょう、はい、DJ モイ&マッツで Unstable。
今日のゲスト、DJ 萌えさんの DJ 萌え&マッツでアンステイブルお送りしました。 DJ ドラゴンと佐々木様お送りしています。 B2B サポーテッドバイルイド。さあ今週のゲスト紹介したいと思います。 DJ 萌えちゃんです。こんにちは。 DJ 萌えです。よろしくお願いします。はい、僕はお初なんですよね。お初ですね。お名前は聞いてたし、うちの番組でね、萌えちゃんの曲ね、エンディングでかけてたんで。レイブですよね。そうです、はい、ありがとうございます。そうなんです。お初ですけども、1月になんと20歳になった。20歳になられたばかり。はい、あ、キチキチの。成人式はどっちになるの？成人式、まあ、今回、要するに、はい、もう終わりました。この間やったこの間やりました。流行るまでだから、はい、そうなんだよね。その時はまだ19で。19だけど、まあそっか、学年的にはみんなの20歳の学年だからっていう、ちょっと髪今ね、ピンクだかなんだかなっちゃってるけど、最初成人式行ったの？そのままで行きました。大丈夫？暴れたりしなかった？よくあるニュースとかのやつですよね。そうそう、暴れたりね。それはやりなかったです。おとなしく、はい、おとなしく懐かしい友達とかっていうか、そうですね、久々に話して、うん、どうなの、何やってんのみたいな話になって、あの結構 DJ のことは突っ込まれますね。そうだよね、はい、DJ やってんのみたいな話になるでしょ、はい、DJ モエーとか言って、うん、だってみんなさ DJ って言ったらチェキとかチェケチェケとか、そうそうそう、これみんなね、あのチェキチェケのこの身振りをされるんで、ようチェケみたいなやってんでしょ、やりますみたいな。あのね、ボキャブラリティのなさっていうか、みんなのね、本当に、僕もついやっちゃいそうになります。DJ イコールチェケチェケみたいな、チキチキでしょ、チキチキみたいなね。まあいいんですけどね。ね、そうですね。まあもうその対応にはもう慣れました。慣れました。あ、よかったよかった。さあ、萌ちゃんなんですけども、はい、昨年10月にですね、自身の初のリミックスアルバムがリリースされてる。これタイトルは、フリークボックス。はい。はい、今ここに、ね。MTMT 萌えミックス。MTMT、 ちょっと待ってください、この MTMT 気になりますこれ私のツイッターのユーザー名なんですけど。ああ、そうなんだ。そうなんです。 MTMT したアンダーバー、アンダーバー萌えちゃんっていうのが、はい、あ、そうなんですね。可愛いですねこれ ね、あのちょっとドルフィンなですね。ドルフィンです。何ですかこれは、イルカちゃん、ピンクのイルカちゃんが。そうですね、ピンクのイルカちゃんが泳いでる絵ですね。もうこれは友達作ってくれて。あ、そうなんですか。ちょっとなんかね、こう言い方あれですけど、サウンド結構ゴリッとしてるじゃない。ゴリッとしてますね、はい、結構攻めなサウンドの中で、やっぱそういうのが好きで。ジャケットは、あ、ジャケットは爽やかだよね。おしゃれだよね。おしゃれな感じで、うん、はい、これはあえて狙いで。そんな感じですかね。おしゃれだよね。おしゃれです、うん、はい、ちなみにですね、このね40曲ね、はい、全部で収録されてるということで、まあ、あの僕はまあ DJ なんで、ほぼほぼ大体、まあ、知らない曲もあるんですけど、はい、知ってる曲ばっかりで、はいはい、結構今時っていうか失礼なあれ で、ね、今ちょっと、いや、佐々木さんあんまりご存知ないかもしれないけど、疎くてすいません、まあ、いわゆる一般的に皆さんご存知な EDM って呼ばれてね、エレクトリックダンス、ダンスミュージックっていうものが、うん、まあ、世界的に大人気になって、ここ数年、はい、大ブレイクしててね、はい、その流れで、はい、結構最近は ね、最近ちょっと BPM の遅めな、うん、遅めなやつが EDM、うん、的な感じでトラップって言われて、トラップって言うんだ、それが。またこれジャンルなんだけど、はい、そう、まあ聞いたらヒップホップみたいなね、そうですね、あのビートで、はい、なんだけどヒップホップよりもちょっとエレクトロな、そういったちょっと、はい、EDM っぽい展開の、うん、曲だっていう感じなんですよ、はい、それをこう、うん、女子がやるっていうところがまたね、そうですね、それを女子が、結構あのサウンドクラウドっていうね、はい、あのネットでいろいろと音楽が聴けるサイトがあるんですけど、そこでももえちゃんやってて、ご自身のね、はい、あのミックスをアップしてるんですけど、はい、結構ゴリッとしたね、ゴリッと感じ、ね、してます。え、 DJ になるきっかけっていうのは、そうね、 DJ ですかね。きっかけはもともとその知り合いが DJ やっていて、うん、それで私も興味持って、もう毎日その人の家に行って、うん、ずっと触ってましたね。それは何歳ぐらいの時なんですか。15歳。15歳で高校生ぐらい、中学生、高校生ぐらい。高校1年生です、ね、夏からなんか機会があって、機会があって、チキチキやってるから、チキチキ、うん、はい、 CDJ で、あ、CDJ だったら、はい、最初は最初で CD 焼いて、うん、何枚も焼いて、うん、練習してた感じです、ね、なるほど。でもその時も現場もなくって、まあ、15だからね、そうですね、なかなか、もうおうち DJ しかないっていう。そうだよね、はい、そうなんですよ。やっぱりどうしても深夜とか夜中のパーティーになっちゃうじゃないですか。だから未成年大体今入れないんで、そうですね、やっぱりお酒が出るんで、二十歳未満とかほぼクラブって入れないのが多いんですよ、はいはいはい、最近はでもね、高校生イベントとかもね、あ、そうですね、デイイベントとかだったらもうお酒一切なしで、
でも DJ はみんなでできて、みんなで踊れるみたいな。結構すごい盛り上がる。お酒も飲まないのにめっちゃみんな盛り上がるって結構パワーすごいですよ。デイパーティーのパワー、ね、いや、もしかしたらデイパーティーの方が面白いかもしれないぐらいの。ある意味なんかさ、はい、その夜中の、まあ、クラブって呼ばれるところ、うん、今ね、あの、まあ、いろいろ都内含め全国的にいっぱいあるんですけども、うん、いろんな目的でね来てる人が、音楽好きな人もいれば、はいはい、お姉ちゃん好きな人もいたりの ね、 で、 ねでもそれって全然ありですよね。そう、それも OK なんだけど、はい、だからまあその一体感っていうところではみんなの割とさ、まとまるかっていうとみんな勝手なことやってるから、うん、お前らふざけんなっていう時もたまにあるんだけどだけどまあそのねデイイベントとかになっちゃうとみんなね音楽気に来てるからさ、そうですね、フェスみたいな感じです。確かに、あ、フェスみたいな感じです、ね、はい。もうフェスといえばですね、今年1月にね、はい、うん、結構でっかい、あ、うまい、ね、うまいプロですから、プロドラゴンさん、うまいとか言ってすみません、さすがなって思って、はい、ありがとうございます、すごいって思いました、そんな褒めてこれもう調子に乗るから1月に大きなフェスが、千葉の幕張で開催されたですね、はい、エレクトロックスに、はい、これ毎年ね、はい、毎年あります。すごいんですよ、あれもう2万人ぐらい来たの。2万人も集まる、そうなんですかね、結構、はい、正月です、盛り上がってました。すごい、そこにね出た出演者、出演しましたね、女の子で、はい、結構最年少ぐらいじゃない、そうですね、一番、うん、そうだったかもしれないね、もう今やすごい、そういうフェスに出るっていうのはなかなか、そうですよね、出れないですからね。さあそんなですね、萌ちゃんのですね、曲をここで1曲お届けしたいと思います。曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか、はい、DJ 萌&リレクトでドロップザジェリーです。今週のゲスト DJ 萌えさんで、ニューアルバムフリークボックスの中から DJ 萌え&リレクトでドロップザジェリーでした。はい、ね、結構でもやっぱ女性らしいハードなんだけども、うん、ね、少し綺麗な、はい、あのちょっとメロディックな感じの、ね、曲ですよね、うん、はい。さあ萌えちゃんね、ファッションブロガーとしてもね結構ね、ファッションブロガー人気なんですよ。あの雑誌ナイロンっていうね、うん、あの若い子は皆さん知ってると思うんですけど、ナイロンジャパンっていうのがあるんですけども、そこのね、はい、ブロガーをやってるということで、ファッションも大好き、大好きです、ね、はい、今日はスケータースラッシャーのパーカー着て、ちょっとメンズライクな、かわいいね、かわいい、もうこういうの好きですか、こういう燃えますね、はい、女子が男子っぽいの着てるのあら、よかった、まあ、あんまりこう女性って結構露出とか女性らしいみたいなのあるじゃないですか、はいはい、そういうのも大好きなんですけどまあなんだろう、ちょっとブカッとしてるファッションとかっていう、ね、もうたまには、ね、はい、今はどんなのがいい、ね、あのなんですか、あの今年というかどういうのが萌えちゃんの中で着てるみたいなあるんですか、ファッションは。うーん、なんかちょっとレーブっぽい、うん、なんか90年代の派手な色の、うん、もうカラフルな洋服最近着たいって思ってます。レイブっていうとね全然わかんないでしょ、なんかねレイブファッションみたいなのが90年代に、まあ、ちょっと言ったらヒッピーですよ。そうですね、なんかちょっとワイドパンツ、太いねこうパンツだけ、丈はちょっと短めで踊りやすめで、それサンダルとかで、それにちょっと上はタンクトップとかね、それちょっと派手なタンクトップ、でもすごいカラフルなんですよ、ね、色が。それにこうまあ でもね、こう長いっていうよりショート丈な感じのものとかね、まあいろいろ自由なんですけども、うんうんうん、カラフルだよね。カラフルです。ああ、それやっぱ着てるんだね。着てます最近見かけるから、あ、本当ですか、うん、なんかちょっとどうしたの、レイブでもあったのかなと思ったからファッションなんだね。そうなんですね。あ、そうか、確かに結構太いパンツとか最近流行ってるかもね、はい、本当に多いですよ。だから佐々木さんもレイブ、はい、レイブを入れる。僕がですか、一緒にやりましょう。レイブ、これは若い子、若い子ね
本当にね、はい、あ、萌えちゃんね、まあいろいろとね予定はブログやってるフェイスブックだったり、おっしゃるのフェイスブックだったりホームページもあると思うんですけども、はい、なんか今後の予定として決まってるとこあります？今後は2月の25日に名古屋 JBizに DJ ゲストで出演します。老舗の JBizに登場ということで、はい、新しいクラブなんですけど、はい、あ、これ新しいの？これそうなんです、できたばっかり。 JBiz 新しいのできたんだね、はい、JBiz 自体はね昔からね、あ、そうなんですか。そうなんですよ、全国にあったんですけども、なんかすごい綺麗なところらしいですね。もう二十歳になったからね。もう二十歳になったね。お酒も飲めるし。お酒も、あ、そっかそっか。そうだ。ね。めっちゃ楽しみ。いいね。フレッシュな感じ。ね、いいですね。他にもなんかちょっと正確には言えないけど、なんかすごいそうですね。プロジェクト。そのある大物 DJ さんの、大物 DJ さん。リミックスアルバムに、私の新しいリミックスも収録していただくことになったので。すごいね。すごいですね。はい、楽しみなんですけどね、追って詳細をまたちょっとこの番組でもね、はい、お伝えしていきたいなと思うんですけども、ね、まあ、ちょっとね萌えちゃんのね、どんな、プレイをするのかっていうのはですね、ぜひこれ今発売中のですねフリックボックス、これディチ萌えミックスということでね、ミックス前出てますんで、はい、すごい40曲入って1900円ですか、プラス税。安いです。これ本当選曲ね、めっちゃいいですね。今な感じですね。もう DJ スネークもそうだしね、この間一緒に出てた、ディプロ。ディプロ、ね、はい。もうディプロっていうね、はい、DJ 兼プロデューサーがいるんですよ、アメリカの。はい、ね、この間共演したんだもんね。共演しました。すごいですね。会いました。写真撮った？写真撮ってない。撮ってないな。でも撮っとけよかった、握手しました。それいいね。はい。すごいですよ。もうやっぱキングでした本当に。ね、メイジャーリーザーっていう、もうね。リオンとか。多分聞いたことある、うん、あ、聞けば多分わかると思います。世界ヒットしたね、はい、聞けばね、ああこの曲なんだなって、ちょっとね、なんか割とワールドミュージック的なサウンドを取り入れたり、うん、割なんだろうね、ま、面白い人なんですよ、それディプロっていうキーワードの人もいたりとかする、それに近いねサウンド感だと思うんで、はい、萌えちゃんのやってることもね、ぜひそんな新しい最新のサウンドをチェックしてみてください。はい、あっという間の時間ですけど、ありがとうございました。楽しかったです、ね、今度一緒にやりましょう、やりましょう、ぜひ僕も DJ あのレイブでしたっけ、あとお酒も飲めるようになったんであ、いいね、飲みましょう、飲みましょう、ぜひぜひ、はい、さあ今日はですね、はい、そんなですねフレッシュなね DJ、ファンキーな本当にねファッショナブルな DJ 萌えに来ていただきました。今日はありがとうね、ありがとうございました。またぜひ来てください。ありがとうございました。お願いします。バイバイ。Fファクトリージャパンはクラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしてます。オーディションやスクールに興味のあるあなたは Fファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか？ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイウィード。 DJ ドラゴンと佐々木治がお送りしています。ミートリーサポーテッドバイルイド。さあこの時間はですね、はい、僕と佐々木さんでおすすめの曲を紹介しているんですけども、はい、今日はですね、佐々木さんの番ということでですね、はい、はい、何を紹介してくれるんでしょうか。そうですね、普通にスイートな曲をね紹介しようと思って。そうですね、2月のリクエストテーマはね、スイートな曲ということなんで、はい、スイートソングいっちゃいますか。で最初その岡村さんの、うん、岡村すゆきちゃんの岡村さん好きっすね。大好き、ね、結構ね、大好きって曲がすごいいいなと思っていや、いいですね、かけようと思ってたんですけど、はい、あ、なんか急遽僕の方の都合といいますか、ムーンチャイルドが3月の6日にドゥアズインフィニティさんと、3月6日、はい、もうなんか来月じゃないですか。そうなんですよ、スタヤオーイーストっていうところで、渋谷なんですけど対バンっていうか、対バンするんですか。はい、そういうスペシャルなイベントに出るってことになりまして、ちょっとこれは盛り上がっちゃうんじゃないですか。そうですね、これはじゃあドゥアズインフィニティの曲ですか。そっか、それが違うのかった。違う、そこまでそっちじゃないんですね。まさかムーンチャイルドの曲行くんですね。いや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 、いいですよ、行きましょうか。じゃあツイッターでファンの方にこうリクエストを募って、はいはい、その一番多かった曲を今日かけようかなと。いいじゃないですか、はい、まあ、じゃあ Do As Infinity は次回ということで、ね、次回です。次回ということでね、そうですね、はい、そうなんですよ。本当ね、 Do As Infinity さん自体デビュー17周年迎えてて、一緒にやられたことって過去あるんですか。いや、ないですね。初、そうですね、ただDo As Infinity のギターの大渡り亮君が、はい、亮さん、はい、昔事務所が一緒で、ええ、
で、あのムーンチャイルド再結成をですね2013年に一度だけやった時にギタリストとして参加してもらったりとか、そういうあのつながりもあったりですね。そうなんですね、はい、なるほどなるほどなるほど。まあでもまあまあ近しい仲というか、まあ同じ時代にね、はい、ABEX 同じレーベルで活躍してたっていうことですね。ちょうどあのムーンチャイルド解散した後にドゥアズインフィニティがこう出てきたって出てきて、ああそうなんですね、って感じでちょうど入れ替わりだったんで、はい、ではですね、なんですけども、はい、そんな、佐々木さんのおすすめの曲は何でしょうか、はい、そうですね、あのマイリトルレッドブックっていうねアルバムがあるんですけど、2枚目の、はい、あのエスケープっていうあのちょうど僕らのなんだろうヒット曲って言いますか、はい、あれが入っているアルバムなんですけれども、その中でアネモネっていうタイトルの曲ですね。これは本当は女の子の名前っていうつもりでアネモネっていうタイトルにして、撮った曲なんですけれども、はい、すごい爽やかな曲なんで、うん、そして甘いっていう感じなんで、はい、じゃあぜひぜひ聴いてみもらいましょうかね。はい、ではですね今日は特別にムーンチャイルドでアネモネ。椅子になく眩しい君乗せた自転車こいで追い越したい渋滞、僕の目のファインダー覗き込まないで、ピント外れの恋ならば気のない会話とか協調性なんでも大丈夫なスコロクさ、 Baby 風を切って Maybe 頬ずりしたい、今日はですね佐々木のおすすめの曲ということで、ムーンチャイルドアネモネお送りしました。フィックスレコメ、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 フィックスレコメ。番組をおすすめするライブ情報を届け、今週のフィックスレコメンド。今日はペニシリン 25th アニバーサリーハッピーバースデー&バレンタインデーライブスペシャル。2月12日日曜新宿レニにてペニシリン 25th アニバーサリーハッピーバースデー&バレンタインデーライブスペシャルが開催されます。午後4時15分オープン、5時スタート。出演はペニシリン、お問い合わせはサイレンエンタープライズまで。ぜひともチェックしてみてください。それではここで1曲、ペニシリンでロマンス。涙を忘れて君を求めていた、ささやいてあげる窓に映り切なさえば生まれ変わるメロディー。壊れてしまったバランスが崩れた、探り探す指先が震えた、戸惑うくせに絡みつく花びら、ため息が重ねた浮かぶイメージ、目を閉じてほらどこまでも行こう、鮮やかに奪われた君が気づいてください、僕が抱きしめてあげる、いつも涙を忘れて君を求めていた、誰も知らない世界で僕が囁いて
めたのはペニシリンでロマンスでした。ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。夢が終わるな。 DJ ドラゴンと佐々木様がお送りしてきましたビーチリーサポーテッドバイルイド。さあ今月のエンディングテーマはテディの心のありかです。はい、2月に入りましたんでね。そうですね、はい、今日はですね、はい、DJ 萌えちゃんというですね、はい、もうファッショナブルで元気なですね、うん、女性 DJ に来ていただきました、はい、やっぱりねこうもう DJ も女の子の DJ ってね、はい、そんなに昔は多くなかったんですよ。あ、そうですか。はい、だけどまあ DJ 香織さんって今有名なね、香織ちゃんが、ね、あの出てきて女の子の DJ っていうのは非常に一般化されて、うん、今ね、結構増えてきたのかなっていう感じなんですね。まあその中でもね大きなフェスに出て大注目の DJ 萌えちゃんなんでね、期待大ですね、はい、本当に。今ミックス CD の方が発売されてます、うん、フリークボックスですね、はい、DJ 萌えミックスです。さあ番組では皆さんのメッセージリクエストなど随時お待ちしておりますよ。はい、さあ今月のリクエストテーマですね、はい、こちらです。スイートな曲。はい、ということで、はい、スイートな曲ということで皆さんのリクエストをお待ちしておりますよ。はい、そして3月のテーマも決まっております。こちらです。女性ボーカル特集。ね、女性ボーカル特集、はい、まあ女性が歌ってる曲だったら何でもいいっていうことなんです。そうですね、ね、はい、幅が広い、幅が広いですになっておりますけれども、はい、逆にね今この番組聴いてるリスナーの方っていうのはどういう、ね、曲を皆さん女性ボーカル聴いてるのかなっていうのは、そうですね、知りたいですね、ね、うん、あと最新の女性ボーカルのカラー懐かしの曲までね、うん、ぜひ皆さんね、どしどしメッセージとともに番組のホームページから送ってください、ね、ください、はい、さあ2月はね非常に寒かったりもするんでね、体調皆さん気をつけてくださいね、はい、日曜日楽しい、まあこれからもしかしてバレンタインのチョコ買いに行くなんて人もいるかもしれないですね、いるかな、ね、うん、だったりお食に行くとか、はい、いろいろまだ仕事中って人もいるかもしれないですけどね、うん、元気にまた来週もお会いしましょう。お会いしましょう。 FMGB3 サポーテッドバイルイド。お相手は DJ ドラゴンと佐々木治でした。また来週。